3.3 より。はい、どうもつけ麺2いそっ、阿部ちゃん、はい、今日は、はい、食べログハイアンドローよっしゃ、今回はこの2人の対決でございます。よっしゃ、来た、因縁のライバル今回はですね、はい、2人にはこれから俺が選んだお店に行ってもらいます、はい、で、食べた後にそこが、まあ、食べログの平均って言って大体 3.3 ぐらいなんですよ。おお、3.3 よりハイかローか当てていただきます。なるほど、はい、なるへそへそなる、はい、で、もう1回でも間違ったら負けです。順番に食べていってってことやね。そうですね。で、負けた方は、まあ、例のごとくお支払いでございます。あー、うわ、じゃあ決着つくまでもう延々と食べ続けないといけないですか。そうそうそう、それもそれできついよね高そうと思っても低かったりするんで。そうだね、確かに難しいと思いますよ。それではレッツだ、ほい。はい、ということで駅前着きました。はい、戦う準備はできました。はい、改めて説明しますと、まあ、大体平均点の 3.3 よりハイかローかでございます。はい、はい、3.3 って俺結構高い方だと思うのよ。そう、高いんです。3以上のお店が何なら 30% ぐらいしかないらしいです、全国で。あ、そうなんや。大体ね、はい、なるほど。じゃあ先攻後攻じゃんけんホイする。先攻後攻インジャンホイ。うわっ、じゃあ俺後攻。わお、先行のがやっぱね、そうそう、負ける確率は多分多いですから。そこで失敗した時点で終わりやから。そう、はい、リーダーが先行、阿部氏が後攻で、はい、はい、1店舗目こちらの洞窟屋さん。これ俺動画で撮ったことあるから。そう、あの俺がサイコロラーメン生活で俺ここ1回行ったことあるんです。はい、食べログ知らないでしょ。いや、もちろん知らないんですけど、ここめちゃくちゃ美味しいね。ほんまに。もうご飯おかわり何杯してきてもいいんで。いや、もう一杯です。すんなり帰ってきますよ。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、行きました。普通のラーメン、お好みは全部普通にしました。一応こういう風に選べます。あー、色でした。いやー、やっぱ美味しいな、ここほんま。うーん、ご飯おかわりしたかったけど、この後まだ続くと思って、はい、もうラーメン一杯だけで食べました。はいかローかどっちだと思いますか。多分はい。おお、いや、マジも美味しいし有名っていうので、はい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 、でお願いします。はい、それでは吉祥寺洞窟屋、はい、3.3 より、はい、はいです。よし。はい。3.6 です。めちゃくちゃ高いお店ですよ。すごいな。はい。おう、はい、ここの阿部氏。はい。阿部氏に行ってもらうのはこちらのマジさんです。わあ。ちょっとわかんないよね。むずいぞ。このお店むずいぞ。来たこともないし。こちらね、鯛出汁のラーメン屋さんでございます。雰囲気的には結構良さそうなラーメン屋さん。まあちょっとここで負けたらね、でももう俺負けなんで。そうそうそう。じゃあとりあえず行ってきます。はい。はい、ごちそうさまです。はい、どうでした。いやね、めちゃくちゃうまかった。もう確固たる俺は自信あるよ本当に。マジか。うん、もううまかったもん、マジで。じゃあハイかローどちらでしょう。いや、もうこれはね、即答できます。もう確実にハイ。あのね、器とかもね、結構高級感あって、すごいいいお店だったの、そもそも。なるほど。これがローなわけない。はい、それでは吉祥寺マジ、はい、3.3 より、はいです。よっしゃ、はいかいだろうな絶対うまいもん、マジでうまかった。こちらのお店 3.57 でございます。あ、わー、なるほどね。
1軒目はね、ラーメンなんで、まあ簡単ですよ。ここからね、どんどん難しくなっていきますから。はい、じゃあ2軒目行きましょうか。はい、2店舗目はクレープ対決でございます。クレープ対決、はい、クレープハウスサーカスでございます。これなんか翔ちゃん前言ってたんやけど、これめちゃくちゃ有名なクレープ屋さんやね。そう、今現在行列ができております。いや、もうめちゃくちゃそれヒントや。でも行列ができるからといって、まあ高いとは限らないですね。まあ、まあそれだけデビューする人が多いってことやから、はい、確かに。いきます。はい、はい、これ生クリームスイートポテトラムネーズ。美味しそうですね。でかない？でかい。え、それでいくら？これで470円。でか、こんなん女子高生大好きやん、ね、じゃあいただきます、はい、美味しいわ。生地サクサク系やわ。生地がうまいやつ。あのね、映せないんですけど、女子高生の隣で食べてます、リーダー。30代女子高生の隣で食べてる。恥ずかしいね。いや、でもここの店の雰囲気、まだ30代生きるで。確かに、うん、雰囲気としてレトロな感じやから。そうそうそう、うん、この店はもう、分かるわ。お、うん、絶対に。はい、おい、なるほどね。クレープハウスサーカス 3.3 より、はい。あ、そうなんだ。そう、範囲なんです、ここ。 3.53 です。すごいね、さすがやな。そう、よしよしよし、じゃあ次行きましょうよ。はい、ちょっと眩しいですけど、眩しい。目開けらんないわ。モミー&トイズ吉祥寺店でございます。ここチェーン店よね。すごい有名です。結構あるよね。はい、あのとろけるクレープですごい有名です。だよね、際どいんじゃない、ちょっと。そうですね、難しいですよ。怖いわ。まあでも食べてみなきゃ分かんないから、はい、とりあえず食べてみます。はい、はい、何ですかこれは。オリジナルティラミス。へえ。さっきの店と違ってちょっと近代的な。そうよね、映える感じの女子高生が好きな感じ、はい、じゃあまずちょっとクリームいこうかな。いただきます。うわ、生クリームだな。生クリームだな。うまい。てかティラミスも、ティラミス食ってる感じ。生地はどう？生地は結構柔らかい。これはめっちゃうまいわ。はい、ね、ちょっとね、難しいなって思うな、ここは。何よりさっきのクレープ屋さんとすごい近いのよ。はいはいはい、で向こう並んでたじゃん、はい、ここ並んでないのよ。はい、翔ちゃんの心を読むと、今まではいはい入ってきてるから、そろそろローも繰り出してこないとっていう焦りも出して、ここでローっていう可能性も出てくるから。あ、はい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 、マジはめっちゃ美味しかったけど、ローにしたいと思います。おー、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。モミ&トイズ吉祥寺店、多いぞ。 3.3 よりポイントで戻ってきます。じゃなくてロー。おー、びっくりした。え、ちなみに何点？3.04 でございます。あ、そんな低いんだ。まあ十分高いですよね、3以上だから。よっしゃ、じゃあ次の3店舗目行きましょうか。はい、はいはい、何ですか次の店は。リーダーの3店舗目は食べ歩き対決でございます。おーし。で、リーダーに食べてもらうのは佐藤のメンチカツでございます。よし、わかりやすい。もうね、吉祥寺といったらこれなんです。いや、すごいよ、この行列見て。そう、軽くこうバーってやると行列が。これは翔ちゃんありがとう。まあまあ、まあ、わかりやすい。みんなまず並んでもらわないといけません。ちょっととりあえず並ぶわ。はい、はい、買ってきました。いやー、めちゃくちゃ並んだね。並びましたね。すごいな、そんなの簡単やん。簡単だな。ちょっと羨ましいな。まあ吉祥寺の名物ですからね。いただきます。おー、うまっ。いや、ちょっとこれは簡単すぎでしょ。これメンチカツバーガーってやつもあって、それもすごい気になってんな。今度食べよう。絶対食べない。まずあの行列に並ばないでしょ。そう、それやな。おい、うん、はい。いいの？絶対はい。いいの？味、行列、絶対はい。はい、でいいですね。吉祥寺佐藤、はい、3.3 より、
からのローマジでローえローマジでロー、3.13 でございます。え、俺だから言ったじゃん、サーカスで並んでる頃だと言って高いわけじゃないんですよって。評価する人が多いから低くなるんだな。そういうこと。そうマジで。そう負けた。負けた。私が勝利でいいですか。はい、やっと嬉しい。試し勝利。待って、この負け方嫌やな。いや、ちょっと確かにね、俺もあれはね、絶対サービス問題だろうなと思って、絶対ハイだろうと思ったんだけど。美味しいラーメンと美味しいクレープありがとうございます。悔しい。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。いや、でもまあ仕方ないな。はい、じゃあ、怒ります。ありがとうございます。